写真を撮ってもいいですか？してもいいかどうか聞く。大人一人お願いします。すみません、写真を撮ってもいいですか？ええ、いいですよ。素敵。お客様、ここから先はご遠慮ください。あ、すみません。ミーヤは鎌倉に来ました。お寺ではピアノコンサートが開かれています。大人一人お願いします。大人一人お願いします。大人一人お願いします。すみません。すみません。写真を撮ってもいいですか？写真を撮ってもいいですか？いいですよ。え、いいですよ。素敵。素敵。お客様、ここから先はご遠慮ください。ここから先はご遠慮ください。お客様、ここから先はご遠慮ください。お客様、ここから先はご遠慮ください。ここから先はご遠慮ください。あ、すみません。すみません。写真を撮ってもいいですか？写真を撮ってもいいですか？知ってもいいかどうか聞くときは、動詞の手形プラスもいいですかと言います。手もいいは許可を表します。写真を撮っては、写真を撮るの手形です。答え方、知ってもいいかどうか聞かれて、知ってもいいと答えるときは、いいですよ、どうぞ、もちろんです、などと言います。この服、試着してもいいですか？この服、試着してもいいですか？この服、試着してもいいですか？試着してもいいですか？試着してもいいですか？もちろんです。もちろんです。試着してもいいですか？入る、入る、入ってもいいですか？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 休んでもいいですか？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 ここに座ってもいいですか？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 一人、二人、三人、三人、四人、四人、五人、五人、6人7人8人9人10人寺 meaning temple。と一緒にポップカウカルチャー、ポップカルチャー、ポップカルチャー。日本の音楽にはいろいろなジャンルがあります。J-POP やアニメソング、演歌、古都や三味線、和太鼓などを使った
伝統的な音楽もあります。日本の音楽にはいろいろなジャンルがあります。J-POP やアニメソング、演歌、ことや三味線、和太鼓などを使った伝統的な音楽もあります。こと、和太鼓。J-POP にはアイドルグループやロックバンドなどいろいろなアーティストがいます。また、音楽フェスもあちこちで開かれています。音楽フェスには日本だけでなく海外のミュージシャンも出ます。海外のミュージシャンも出ます。そう、サーマーソニック。フジロックフェスティバル。フェスティバル。フジロックフェスティバル。フジロックフェスティバル。フジロックフェスティバル。フェスティバル。